死ぬまでにしたい10のこと。3、答えは同様のカゴメ歌に隠されておるのじゃ。カゴメとはカゴの目。徳川が関東に建てた神社や仏閣を線で結ぶとカゴの目の形となる。その中の鶴と亀の像が滑る場所。その後ろに夜明けの影が指し示す祠があり、その後ろの正面にという印があるのじゃ。その場所こそ日光東照宮が徳川家康公の墓の真下。信じてくれ、埋蔵金はそこに必ずやある。さあ教えたぞ。だからその人形を譲ってくれぬか。マジで釣れたぞ。ご主人、本当に譲ってよかったのですか？いや、さすがに食べるつもりなかったし。いや、ご主人のことではなく、夢は叶ってしまえばそれまでという言葉があります。あの方は1000年以上もの間、もう一度人形を口にしたいという一心で生きてこられました。ではこれから先、何を支えに永遠を生きていくのでしょう。ようやく一つ目達成と。なんだと。